野さん、今回はご愁傷様でございます。二十歳という二十歳のお若いご年齢でこの世を後にされて大変悲しく思っております。キャメロンさんはディズニーの声優関係で大変活躍されておりまして、私も声優をやらせていただいたことがありますが、そのご指導をいただいたのは紛れもなくキャメロンさんであると私は思っております。彼に何度も叱られましたが、なんとか彼のイメージとする声優になれたんじゃないかと思っております。キラ仮面という名前もそのボイスさんがつけていただいた名前でございまして、なかなか味のある日本ジャパンを表すような文字には大変共感を覚えたこともございます。睡眠中に突然こうが来たということで伺ってますが、原因はいろいろあるかと思いますが、とにかく悔しいです。ちょっとすいません。彼の無念を思うと悔しくてたまりません。今から彼に対して黙祷を行いたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。黙祷。黙祷終わり。そうそう、ボイスさんがまだ生まれて小さい頃、私が一度ボイスさんに会わせていただいたことがあります。小さくてまるで玉のような可愛い赤ちゃんでした。あのボイスさんがこんなに大きくなって今回のようなことがあったというのは大変なことだと私は思っております。すごいなと思っております。やはり涙が止まりません。ボイスさん、幸せになってください。あの世では、あの世では長生きしてたっぷり人生を楽しんでください。私も後から追っかけ追いつきますので、ぜひそれまで頑張ってください。私も一生懸命追いつくように頑張りますので。それにしても神様はなんでこんないたずらなことするんでしょうね。若いボイスさんがとてもかわいそうで、やってられません、かわいそうで。なんで、の若さで人生もほとんど終わらないうちに終わってしまう。かわいそうです。以上です。
ごちそうさまでした。